イタリアのメディアが移住に大きな関心を示した。エラス・ベローナでレギュラー争いを広げている移住への関心が続いている。ベルギーのシント=トロイデンの見通しの記事が出た中、ベローナ残留のニュースが伝えられた。CALCIO MERCATO WEBは移住の移籍説に対する後続報道をし、ベルギーで移住を望むチームはシント=トロイデンだった。ベルギーの消息筋を通じて調べた結果だと伝えた。そしてベローナの監督が移住を放出することにしたとの報道もあるが、まだ具体的な内容ではない。また14日、別のメディアは、セリエAで注目すべき10人の選手というタイトルで、移住を含むリストを発表した。同メディアは、移住は2017年夏、ベローナへ移籍し、デビューシーズンセリエ A14 試合を消化した。AC ミラン戦ではゴールも決めたとし、昨シーズン、イタリアセリエ B では23試合に出場し1ゴール21アシストを記録した。1シーズンで一部に復帰した今シーズン、ベローナは移住の才能に期待をかけるつもりだと説明した。